竜巻旋風剣。ボスこんにちは。今日はノーモーションのパンチの打ち方パート2です。はい、ノーモーションで打つ場合の打ち方の、前回はテレフォンパンチにならないようにモーションをなるべく小さくするためのトレーニング方法をご紹介しましたが、今回はその打ち方、当て方のポイントをご説明します。でまずパンチの普通の打ち方だと、ここからひねりながら打ちます。拳をひねるようにして打ち込んでいくと思います。これに対してノーモーションでの僕の打ち方は、このままひねらずに打ち込みます。当たった時は拳が斜めになっている状態、縦剣というよりは斜めの状態で当たるように出します。 なぜそうするかというと、パンチを打つひねりの動作っていうのは、肘関節の開内、この肘関節の開内という動作、これを行うことによって、人間というのは押すときにこの開内の動作をすることで力を十分に発揮することができるようにできてます。なので多くの人は、というかほとんどの人が、多分人を押す、何かを押す場合、手をこうして押すと思います。物を押すときにこうやって押す人はあんまりいないと思います。こうやって押す人がいてもこうは押さないですね。これ開外っていう動作、この場合は引く動作で力が入ります。背中のトレーニングの多くはこの状態、綱引きの時もこの開外の肘の動きで引っ張るようにすると力が発揮されやすいので、多くの人はこうやって引っ張ると思います。逆に押す場合はこうやって押した方が力は発揮されます。それと同じようにパンチも体内の動作を入れることによって力が伝わりやすくなってます。ただこの体内という動作、肘関節の動きですが、同時にこれとつながっている肩関節もちょっと動きます。ここで、このひねる動作によってワンテンポ遅くなってしまうので、まっすぐこのまま出しているよりひねった方がモーションも若干大きくなるのと、テンポもワンテンポ遅くなります。なのでノーモーションで相手に早く当てたい場合は、ひねらずに打ち込んでいきます。でこの打ち込んでいくときに、大事なポイントがもう一つあります。開内次第だけじゃなくて、肩甲骨を加勢させます。肩甲骨を加勢させておくこと、下へ下げることによって脇がしっかり締まります。この状態でよりコンパクトに攻撃を相手に伝えることができます。逆にテレフォンパンチの人は脇が開いて肩が上がって、こういう打ち方になっている人は逆に肩甲骨が上がった状態で打ってしまってます。なので、しっかり加勢させた状態をキープさせたまま出していきます。加勢させておくことによって体がしっかり上半身固まるので、より鋭く相手に攻撃を突き刺すことができます。それから大事なポイントは、加勢させてまっすぐ出すと同時に、ジャブの場合だと前の足をパンチが伸びきると同時に着地
するように踏み込みます。これは後ろの足で地面を蹴って前の足に体重を全部乗せることになります。前の足に全部体重を乗せてまっすぐ打ち込むことによって相手にこの腕を通して体重が全部伝わるようになります。前の足に乗せます。なのでこの時は極端に言えば後ろの足は瞬間的に浮いていても大丈夫です。なのでちょっと前へ飛ぶ感じで踏み込むようにします。着地と同時に伸びきる。なので、練習として後ろの足で地面を蹴って着地と同時に伸びきるように。大事なのは前の足に全部体重が乗ること。これが後ろに残っている状態だと全く体重が乗っていない、力の伝わりにくいパンチになってしまうので、着地と同時に前に体重を乗せます。なので少し前に、パンチのトレーニングで、地面を蹴って重りを持ち上げるトレーニングをご紹介しましたが、これまたここに出しておくので、それ見てください。しっかり後ろの足で地面を蹴る、これが大事になってきます。前に体重を乗せながら伸ばしきる、まっすぐ伸ばしきる。これで相手に鋭くまっすぐ攻撃が伝わっていきます。さらに、相手にまっすぐ攻撃を打ちますが、まっすぐ相手に対して直線的にぶつかっていってもなかなか攻撃っていうのは当たりません。なぜかというと相手はガードを締めてるからです。ガードを締めてここにガードがあるので、まっすぐ打ってもガードに当たるだけです。ガードを当ててそのガード越しに相手の顔に当てるっていうのもありますが、理想としてはそのガードの隙間を縫ってこのここ隙間に打ち込んでいくように、ちょっと斜めに打ち込んでいくのがポイントです。ここから相手がここにいた場合、打った時に斜めに拳が伸びるように打ち込んでいきます。斜めに踏み込みながら、踏み込むのとは反対の斜めの方向へ腕を伸ばします。その時に反対の腕しっかり肩甲骨を加勢させて脇を締めておくことによって、力がぶれたりずれたりするのを防ぐことができます。これでノーモーションのパンチを相手に鋭くガードの隙間を縫って当てることができます。はい、ということでモーションの小さいパンチをうまく当てるためには体を固める能力っていうのがすごく大事になってきます。瞬発的に体を固められる能力が高くなれば、より鋭くノーモーションのパンチを当てることができるようになります。なので、ラダートレーニングですとか体幹トレーニングしっかりしておいた方がいいと思います。Thank you.
make